暮らしとコーヒーの動画。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。暮らしとコーヒーの動画です。はい、2022年、うん、始まりましたね。はい、まあ、厳密には僕ら今始まってないんですけど真っ只中ですね今年が1月2日が本放送の最初の日だったんですよ、はい、三が日真っ最中っていうことに昨日の夜気づいて、はい、急遽来年撮る予定だったやつを今撮影してるという感じです。ストックにね、うん、全部ね気にすぎて一言も明けましておめでとうございますって言ってない問題が発生して、ストックが全部使えないっていうまさかの事態が発生して急遽今日撮影になっております。さて夏美店長、はい、2022年、うん、どんな年にしたいですか。寅年ですが。そうだね、うん、どんな年になんかまた今年もなんか駆け足でパーって寅だけに素早く1年が終わっていくと、はい、そうですね、まあ、今年もやることがね、うん、僕らがやりたいことっていうのもすごくたくさんあって、うん、それを、まあ、今後動画でもどんどん出していくし、本当に駆け足な1年、うん、継続中みたい。次何っけね、牛、虎、うさぎ、うん、あ、ずっと駆け足なんだねこの牛終わってからずっと駆け足なんだよねまた1年間楽しくやっていけたらいいなと思ってますが、はい、今日の動画はちょっと初心に帰ってじゃないですけど久しぶりに器具レビューをやっていきたいと思います。はい、はい、あと後半には、福袋の延長線的なもののお知らせもありますのでぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。暮らしとコーヒーの動画。はい、では夏美店長、はい、オープンザボックスですね。はい、久しぶりの開封です。はい、今日はクレバードリッパーの、はい、何サイズが大きいやつだよね。そうなんですよ、クレバードリッパーが実はもうみんなわりか知ってたと思うんですけどサイズが2サイズあって、はい、僕らが使ってたのが M サイズなんですよね。はい、で今回 L サイズを新年一発目はやってきます。はい、なんでこれをやるかというと、はい、M やった時に覚えてます？クレバーはこれがあってこそ真の価値を発揮するって言ったの。あ、バカ。そうです。なんと去年の年末に、はい、カフェックさんからアバカの103大きいサイズ、要は L にはまるやつですね、うん、これが出たのでやっと自信を持ってクレバーをやれるなと思って、うん、また覚醒クレバーをやってみようということで、はい、今日はクレバーの L をやってきます。はい、はい、開封をごめんなさいね。さあ何が入ってますか。説明書、日本語の。はい、と蓋と蓋ですね。はい、そして本体。はい、とだ、あ、それね、夏目店長が右手に持ってるの。はい、それが蓋です。はい、でその左手に持ってるの、はい、これは下に受けるやつですね。あ、置いとく。あ、そうです、そうです。と、おお、ペーパー100枚。はい、でもちょっとどこが作ってるペーパーか分かんないですよね。多分台湾の、はい、そうですね、やつですね。はい、全部漢字です。なんかこれが若干僕匂い感じるんですよね。ということで、ということで、はい、以上ですかね。以上ですね。はい、新年初プーンをお願いしていいですか軽いからすぐ飛んでいくよ、はい、いくよ、はい、せーの、プーン。なんか慣れてきましたね。スマートに行きました。スマートに行きましたね。はい、はい、じゃあちょっとプチプチをえいっつってやりましょう。えいで全部開封できる。おお、はい、いきますよ。えい。はい、なんでクレバー今回新年にふさわしいのかというと、うん、紅白本当は黒もあるんですよ。黒もあって、まあ、それもうちあるんですけど、はい、まあ、新年紅白ということで、うん、2色のクレバーが揃いました。はい、サイズの違いを見ていきましょう。はい、で手前にあるのがそれが M サイズ、はい、で L サイズを反対の手に持ってください。はい、そちらが L サイズ。結構なサイズ差がありますね。はい、取れる量を夏美店長教えてもらっていいですか。はい、こっちは300ミリ取れます。結構なみなみで300ですよね。そうです、そうです、はい、こっちは500、はい、いきます。なるほど、結構なサイズ差がありますね。ね、500取れたらもうもはやコーヒーメーカーぐらいいきますよね。うん、
2杯は軽いね。2杯は軽くいけると。こうね、これ待たれてた方も多くて、はい、L をいつやるんですかっていう問い合わせも結構実はいただいてたんですけど、うん、まあ、アバカが出てないからやらないっていううちらしい理由なんですけどね、うん、はい、ということで、やっとこの 500ml 取れるクレバーというのが出てきたという感じです。はい、暮らしとコーヒーの動画では抽出をしていきたいと思います。こちらのマックスの容量で取っていきたいと思います。使うペーパーはこちらのアバカフィルター、アバカの103サイズですね。ここがすごく重要なポイントなんですけど、やっぱりたくさんのお湯を入れて使うし、こちらがクレバー純正ではないので紙の強度に関して M サイズよりは少しシビアになります。折り方で改善できるので、この折り方をぜひやってみてください。折り方としては以前この線形やった時にちょっと触れたんですけど、深く折るっていうところですね。下の部分を深く、この点線よりだいぶ上ですね、これぐらい、これぐらいのところまでしっかり折ってやってください。で反対側も同じように少し深めに折ってあげます。これで紙の強度がだいぶ増しております。紙のセットに関してはこれで OK ですね。はい、で紙のセットが完了しました。次豆なんですけど、 30g で 500ml 取っていくので 30g 引いていきます。この時に入るのは C2MAX あたりがすごく便利ですね。22クリックで引いていきます。今日は素直なガテマラの新年バージョンを使ってます。めっちゃ香りがもうこの時点で華やかですね。あ、めっちゃいい匂い。これ、うん、すっごい香りが開いてますね、うん、はい、ということで 30g 引き終わりました。22クリックなので普通の透過式に比べるとちょっと粗め、引き目はこんな感じ、引き目はこんな感じです。で、このクレバーを使うときに必要になってくるのがこのコーヒースケール、もしくはキッチンスケールですね、が必要になってきます。でコーヒースケールはオートモードにしとくと混ぜた時に止まってしまうことがあるんですね。ですのでオートモードは解除して使っていきましょう。はい、はい、オートモードが解除されました。でお湯が90度ですね。はい、では抽出に関するレシピを公開します。こんな感じです。まず 200ml 入れて10回混ぜます。でその後 500ml まで入れて、中等から3分間したら抽出完了です。で2分半までは M でやってきたんですけど、やっぱり3分過ぎると少しぬるくなってきてしまうので、この蓋を L の場合は使っていきます。この蓋大事ですね、なくさないようにしてください。では実際にやっていきましょう。 200ml まで注いでいきます。この時ね、回さなくてもいいです。浸水式なので全体にお湯が行き渡れば OK なので回す必要はないんですけど、ついつい癖で回しちゃうやつですね。回しても問題ないです、逆に。はい、200が来たので下から上に10回混ぜていきます。1、2、3、4、5、7、8、9、10。はい、で10回混ぜたので 500ml まで注いでいきます。はい、でここで蓋をしていきます。でこのまま3分まで待ったら出来上がりです。今一連の動作をまあ1分20秒ぐらいで終わらせてますが、まあ、そんなにバタバタしなくても大丈夫ですね。このスタートの時にキッチンタイマーとかかけとけば3分経った時点でできましたよってお知らせもいきます。はい、ではこのまま3分まで待っていきましょう。ほらやることないですよね、3分まで。全部言える？ねえ、うし、とら、う、たつ、み、犬、じゃ
すげえバカになって夏さん言えるんですか。ねえ、牛、虎、う、竜、馬、羊、猿、鳥、犬、いい。ああ、なるほど。猫は入んないですか。猫は入りません。夏美先生はあれです、それフルーツバスケット効果でしょ。いや違うよ違うよ、あのね、うん、こ私も覚えられなくて、はいはい、でもある時高校生の頃にみんなの歌で、はいはい、干支の歌やってたの、うん、はい、それで覚えちゃった。でもフルーツバスケットは好きですよ。好きですよね、はい、キャラクターは何が好きですか。いやなんだろうね、決められないのよって言ってる間に3分が来ましたので外していきます。はい、こんな感じですね。はい、じゃあいきます。せーの、ドン。やっぱり M、 通常のクレバーより勢いがありますよね、出るときに、うん、もう一気に今300超えて、はい、落ちきりました、出来上がりでこちらのメモリで450ぐらいですね。500ミリ使って450ぐらい出来上がります。はい、ということで抽出完了です。暮らしとコーヒーの動画、はい、では抽出が完了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで最初はニューイヤーバージョンの素直なガテマラだけにする予定だったんですけど、はい、急遽またクレバーで素直なガテマラの焙煎の違い、うん、同じコーヒーの焙煎度が違うものっていうのが今ここに2種類揃っている状況ですね、うん、飲み比べをしていきましょう、はい、ではいただきます。いただきます。という2種類なんですけれども、はい、全く同じコーヒーですよね、はい、で焙煎の違いっていうだけですが、うん、夏美店長飲み比べてみてどうですか、うんうん、あれですよ、全然違う。やっぱこの画角安心しますね、ちょっとね、いつもイレギュラーなところで最近やってたね。これはもう明らかに違いますね、はい、同じコーヒーでも焙煎度合いでこんなに違いがあるよっていうのがすごく端的によく伝わる2種類のコーヒーだなと思ってて、酸がカカオ感に変わる、うん、その瞬間の2つなんですよ。酸とバランスがいいところのギリギリを攻めてるものと、うん、はい、酸がカカオ感に変わった後のもの、うん、なので、あ、酸って焼くことでこういう風に変わるんだっていうのがすごく分かりやすく伝わる2種類のコーヒーになってるなと思います、うん、夏美店長、この2種類のコーヒーに関して、はい、なんかこう工夫したこととか、うんうんうん、感想とかあれば教えてもらっていいですか。そうですね、やっぱりこのガテマラは標高が高いっていうところがあって、うん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 、あのでまあ焼いてみた時に今のいつものガテマラをこの中部化まで行くと酸っていうのは消えちゃうんですね、ほとんど、はいはい、でもこれは残るんです、うん、でそれはもう標高が高い上にそのなんだよ、豆の持ってる力がすごく強いのかなっていう感じに思ったので、うんうん、だから焙煎の違いをやる時っていうのもどこで止めようかなってこう浅煎りっていう方法もあったんですけど、うん、でもこの中部化でここまで酸が残るっていうことは、うん、あんまり浅すぎても、うんうん、多くの人にはあんまり受け入れられないかなっていうちょっと強すぎるかなと思って、うんうん、でまあ学生たちも、ね、酸が苦手な子が多いので、うん、でもここまでこの辺だったら許してもらえるかな、うん、美味しく飲めるかな、美味しく飲めるかな、中入りっていうところで止めました、うんうん、なるほど、うん、今回夏美店長焙煎機を浅入り用焙煎機じゃなくて、うんうん、10キロのいつも中深入りとか深入りを焼いてる焙煎機で焼いたじゃないですか、はい、やっぱりもうそこまで焼くつもりで、うん、あっちの焙煎機で焼いてると、うん、そうです、尖った酸味とかシャープな酸味とかキレのある酸味っていうよりかは、うんうんうん、ちょっと丸みを持たせたやっぱ、うん、いやあのハネプならではの良さも出しておきたいなっていうところですね。なるほど、うん、めちゃくちゃやっぱり酸にしても、うん、オレンジ、うん、シトラスのオレンジがめちゃくちゃ口の中でバンって広がるけど、うん、嫌な苦味とか、うんうん、酸味は全然なくて、うん、もう綺麗なフルーツ感だけで着地しているのは、うん、このガテマラの面白さ、うん、
っていうのとやっぱ焙煎の妙っていうのがここでよく出てるのかなと。そうですね、うん、ここにして本当に良かった、うん、3の方にスポットしたクラシトコーヒーとしての最適解はきっちり出てるなっていう焙煎度合いになってるなと思いました、うんね、だから思ったのは、中深入りイコール酸味がないとか、中入りイコール酸味がこう若干弱いとか、そういうことではなくて、やはりその豆の持っている、そもそものお豆の力ありきで焙煎度合いによってもやっぱり綺麗な酸は残るし、残らないものもあって深みが、ね、出てくるものもあるし、なんかこれって結局焙煎度合いがめっちゃ細かく今って決められてるじゃないですか、あれの弊害ってあるよね。まあ、確かに あれでこうフィルターかかっちゃう、かけちゃう自分で。あれって、うん、多分僕らが思ってる例えばフルシティとお客さんが思ってるフルシティも違うだろうし、うんそうね、なんか共通言語のようで、共通言語じゃないんだよね。そうですね、なんでクラシトコーヒーとしては、この浅入り、中浅入り、中入り、中深入り、深入りぐらいの段階で話してるんですけど、これはもう別によその店もそうじゃなくて、もうクラシトコーヒーの基準、そうなんね夏見店長バロメーターでこれは何ですか、この素直なニューイヤーバージョンは。これは中入りです。だって、ね、ニハゼにちょっと入ってるんです。なるほど、はい、中入りとこっちは中深入り、中深入りですね。あ、じゃあちょうど中間の2つですね、はい、を今日は飲み比べをしてみたんですけれども、この中入りバージョン、今お正月で多分リアルタイムでは実際に提供してると思うんですけど、販売してるんですよ、店頭で、学生たちも見てくださってる皆さんにこのコーヒーをもう届いてるかもしれないですけど、作ったじゃないですか、クッキーと一緒に。なんかそれだけじゃなくて、もっとたくさんの人に届けたいっていう、あいつらすごい言ってくるようになって、なので年末で販売終了予定だったんですけど、少し今追加をして、年始もこの華やかな方のガテマラ、素直なガテマラっていうところを飲み比べで少しだけオンラインで用意させていただこうと思いますので、気になった方は概要欄からチェックしていただければなと思います、なんかガテマラが今いっぱいあるね、クラシトコーヒーね。そうですね、2022年はガテマラいっぱいありますですので、自分の、ね、好みのガテマラを探していただくっていうのも楽しいんじゃないかなと、まあ、ナチュラルも素直 もう今回限りのものになるよね。そうね、これがなくなったらもう深みのガテマラだけになるので、ちょっと気になってた方は深みのガテマラ、ナチュラルと素直なガテマラなど、うちのホームページの方でチェックしていただけたら幸いです、あとこのクレバーですね、でこれやっぱりクレバーの M やってる時からすごい言われてたものになるので、うちでも取り扱いをすることが決まりました、でクレバーの L はもはやもう本当コーヒーメーカーです、でこれがどういう人にいいのかっていうと、2杯分立てる人、M ってやっぱ300なので、コーヒーカップ2杯分はいけたけど、マグカップだとちょっと2杯分厳しかったんですよね。でたくさん立てるから2回立ててるっていう方だったりとかは、やっぱりこっちの方がいいんじゃないかなと。500あるのでマグカップ2杯分はしっかり取れます、でレシピは本当30で500っていうのが僕はベストなんじゃないかなと、うちのコーヒーに限っては思いますので、さっき公開したレシピを参考にしてもらいながらですね、逆に少量が少し僕不安があるんです。あ、じゃあ大は小を兼ねないってことね。いや、ギリギリかな、一応20で300っていうのか30で500、だからそれ以上少ない15で200とかはちょっと向いてないかなと思うので、20で300か30で500、このレシピで言ってもらったら、このクレバーの大きい子は使いこなせると思います、で逆ちっちゃい方がいいよっていう方、やっぱりね L の弱点は一つあって、かさばるんですよ、でかい、でかいんですよね、結構存在感がある子なので、収納スペースがないとか、普段1杯分しか飲まないよっていう方、あとデザインとしてもやっぱりちっちゃい方がなんとなく可愛いがあるというか、もあって、こっちはこっちの良さがしっかりあるので、普段300までしか飲まない、200ミリをよく飲みますよっていう方はこちらのサイズ、で普段2人で500ミリぐらい立てることがほぼかなっていう方はこちらの大きいサイズっていう方に考えていただければ選びやすいんじゃないかなと思います、と L は蓋を使うっていうことも覚えとってもらえたらなと思いますね、はい、という感じでございます。で同時にアバカのフィルター、こちらのアバカのフィルターの販売も開始します。もうこれありきだと僕は思ってますんで、ぜひ使ってみてください。ということで、今日は新年最初の動画でアバカのフィルターとクレバードリッパーの話をしました、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画、結論から言いますと、福袋、追加
100セットが決定しました。今回は、うん、そもそもこの福袋というものの中に、うん、定期便コースというのが含まれたものでした、はい、だから3ヶ月分の定期便なので、うん、3ヶ月分お豆が届きますよっていうのが入った福袋、はいはい、残りの、うん、今これから追加する100セット分っていうのは、うん、発送時期が1月の第3週分50セットと第4週分50セットで、まあ、分けて発送させていただきます、うんうんうん、それで1週目届いた人は次の2月も1週目で届くという形になります、はい、それが3ヶ月続くという形ですね、はい、うん、なんで100セットにしてたのかっていう話なんですけど、はい、じゃあもう200で抽選すればよかったじゃんって話なんですけど、はい、カップがですね、はい、届かなかったんですよでこのカップが100個しか届いてなくて、で最初の100セットって話になったんですけど、カップの追加生産分の確保が無事できました、はい、でもこれ届くのが3月なんです。あ、そうなの、はい、なので1週目2週目の当選された方は頭にマグカップと保存缶、あと1週目のものが届くんですけど、じゃあ最初の抽選販売で福袋が当たった人ね。そうです、うん、でこの後の抽選分の方は3月の3週目と4週目それぞれ皆さんにお届けするんですけど、その時にマグカップと保存缶、はい、これが届きます。で缶とカップに関しては後ですね、必ず来ますと、うん、あまりにもカップと保存缶の出来が良くてつけてほしいっていう声が多かったので今回特別に福袋第2弾、はい、第2弾中身一緒なんですけど、うん、第2回目をやることになりました、はい、保存缶は一般販売が可能なこの先可能なんです、はい、量に限りがありますけど、うん、数量限定で販売はします、うん、カップに関して今回の色に関しては完全に福袋にしか入んないことが決まりました。もうそれがないってこと？ないです。あらら。なので超レアです。福袋に当たらないとあのカップ来ないって、はい、というものに。ただ他の色のものっていうのはちょっと企画してますので。そうだね、あの色がもうないんだよね、はい、あの色がもうないです。そもそも、うん、はい、この福袋の第2回目の抽選なんですけど、はい、もう、始まってます。12月30日から抽選がオープンしていて、うん、でそれから抽選結果が届くと、はい、ちょっと応募期間が前回より短いんですけど、ホームページの方をチェックしてもらえればなと思います。でこの定期便なんですけど、これで4週分埋まります。この枠以上に募集するかどうかっていうのは僕らの生産体制を見ながらやっていくので、はい、次いつ募集されるんですかとかに関してはちょっとお待ちいただくような形になるかなと。生産が整ってきたら枠の追加をしていきますが、そちらも抽選になりますので気になる方は、うちのホームページの方を見ていただければなと思います、はいはい、頑張っていきましょう、はいはい、という感じになります、はいはい、では福袋第2弾の方のご応募お待ちしております。お待ちしております。暮らしとコーヒーの動画、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価チャッチャッチャチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。また Facebook、Twitter、Instagram と SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。嬉しいです。さて来週の暮らしとコーヒーの動画は、はい、来週はイエメンのタレック編やります、はい、タレック君が去年の年末、うん、岡山来てくれて、うん、イエメンのコーヒーってどんなものなのとか、あとみんなが多分思ってるであろうイエメンのコーヒーってなんで高いのとか、うーん、びっくりしたわ。そうイエメンのこれからまたイエメンが今また人気が出てきてるとか、イエメンが今どういう動きが合ってるのかっていうのは、実際にイエメンから日本にコーヒーを輸入して販売してる、モカオリジンズのタレック君に来てもらって、はい、イエメンのコーヒーのことを全部教えてもらおうじゃないかと、はい、で夏美店長が初めてイエメンのコーヒーを焙煎するというところまで含めて来週お届けしたいなと思います、はい、でタレック君ね、いろいろ動画撮ってて、うん、ポコポコ出てくると思いますんで、もうねターバンがめちゃくちゃ似合うよ。ターバンの要素が強い、はい、全然違うのよ外した時と、うん、そうね、タレック君の話、はい、面白い方でした、はい、来週やっていきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください、はいはい、ではまた来週、はい、また来週。そして2022年もよろしくお願いします。お願いします。どうもー。